はいというわけで、どうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もライズ・オブ・ザ・ローンに続きからやっていきたいと思います。前回いろいろありまして、行きたいと思います。京都へね。はい、もういろいろあったので済ませますわ。うん、お疲れ様ですというところでね、衣服もね整えてきましたんで、ちゃんとね先へ進んでいきたいと思います。この服一体いつ手に入れたかわかんないんだけど、なんか持ってた。そろそろ京都へ向かわないとな。準備はできてるか？できてるよ。すべて終わらせてきてます。他の地域にどうします？本当によろしいですか？はい、よし、出発するぜ。京都での将軍警護を目的として組織された浪士組は、並みいる猛者を大使に加え将軍に先行して江戸を出立した。同じ頃、江戸市中に潜んでいた倒幕派もまた幕府を出し抜こうと京都を目指していた。いや、いよいよ動いてくるね。そうは言ってもお侍さんよ。ここをのくわけにはいかねえな。そんな法外な銭を渡せるか。我ら長州の者は天下のため京へ急いでおる。当世んなこと関係あるかい。このエジリスクを通りたきゃ払うもんを払ってもらわんと思う。おっと悪いやつらだな。いや、このモブじゃ相手にならねえぞ。なんだこいつ。なんか出るゲーム間違ってね、今のやつ。おとなしく大事はいいもんだ。わしらが手を組めば侍なんぞものの数じゃないわい。のう、これから上様がここを通られるとか、かなり稼げそうですね。立ち木鶴、鶴と亀か。こいつらはただもんじゃねえな。ただもんじゃねえんだろうな。なんで鍛冶屋か。ちょっと恥な。どんなようだい？何もないっす。何もないっす。鍛冶屋とは何もないっす。おうおう、どうしたい？聞いたか。ここの関所は地元の強郭に抑えられてるらしい。夕方だけは通れるらしいが、法外な石線を払わされるって話だ。力ずくで突破するとしても数だけはやたら多くてな。こっちにも犠牲が出るだろう。実は玄瑞たちも江尻宿に来ちょるそうじゃ。これはええ機会かもしれん。八郎さん、ちょうど長州の連中も関所で足止めされちょる。あいつらを巻き込んで強郭の相手をさせるかはどうじゃ。おい、長州といえば何かと上様に立てつく連中ではないか。だからこそ消耗させれば一石二鳥ってことだろう。悪くない。話をつけに行くからお前らも来てくれ。悪くないね。わしもなかなか策士じゃろ。名乗る。これ言っちゃっていいのかな。先に進まないけど、とりあえずおいたらおまんにはわしの意図が分かったがかい。浪士組と草形の仲を取り持つ気か。よう分かったの。維新伝心とはこのことじゃな。ふふ、分かるんだよ、あなたのことは。で、長州の拠点に向かう。すぐそこやないか。仕方ないのー。で、港屋。あ、この裏手のあたりですか。あ、おる。どうも。桂さんじゃない。坂本君たちか。久しいな。しかし何をしに来たのだね。桂さん、わしらはいろいろ事情があって今は浪士組におるがじゃ。けんど強郭のせいで立ち往生しとる。困っちょるがは桂さんたちも同じじゃろ。ここは一緒に強郭どもをやっつけんかい。浪士組取締役の清川だ。長州の桂小五郎殿だな。お噂は金がねえ。神道無念流の腕前、ぜひお借りしたい。北辰一刀流の清川八郎君か。しかし砂漠派の面々と共にというのは。まったく細かいのう。仲悪いもんも同じ船に乗ったら協力するっちゅうじゃろ。うん、今日急ぐのはお互い様じゃろうと。そうぜよ。桂さんたちもこんなところで足踏みしよる場合じゃなかろう。分かったよ。他にいい手があるわけでもない。我々も強迫相手に消耗したくないからね。ならば高杉君と日下君を探してきてくれないか。腕の立つ彼らがいるといないとではだいぶ違うからね。高杉君は探りを入れてくるなどと嘘吹いて鳥羽に行ってしまったし、日下君も先ほど出て行った。なんだ、しょうもないですね。強迫どもに気づかれるとまずいき、あの二人を探すがはおまんに任せてええかい。こっそり動くがは得意じゃろ。まあ新作たちが来てくれんようじゃったら今の面々だけでやるしかないがの。オッケー、じゃあ探しに行こうか。新たなミッションが解禁。サイの行方。ああ、なるほどね。草かと、はい。となると、まあとりあえずサイの行方からやっていこうか。下にあるし。でこれマップ的にはどこに。ああ、なるほどね。こんな感じになっとるんね。山岡鉄柱、因縁レベル。はい。で、草か、てか、草かくん目の前じゃん。草かくんやりに行くか、先に。仲いいし。実は草かくんと僕仲いいんでね。ちょっとその前に買い物していくわ。よし、買い物も完了というわけで。草かくんいるんでしょ。お前ら何やってるの、ちょっと。いきなり喧嘩じゃん。日の元の危機につけ込む小悪党めが。やめろ、草かくん。威勢が良くて何よりですね。ですがあなたのような方に限って無意に仲間を死なせ自らも早死にするものです。おや、あなたも来たんですね。状況は見ての通りですがどうします？どうするも何も喧嘩ターゼに無勢だ。草がに完成しよう。わかりました。あ、沖田君と仲良くなれんかった。お前たち、ここは任せたぞ。この御人を手厚くもてなしてやる。つるつるちっちゃう。日下さん、胸郭が目障りなのは僕らも同じだ。手を貸しますよ。よし、じゃあみんな頑張れ。ほら頑張れ。とにかく1人来ちゃった。なんだよお前。また、ほら頑張れ。お前たちの力見せてみろ。やめて。ほら頑張れ。いや、こっち来んのかい。よいしょ。もうしょうがないな。痛い。終わりましたね、日下さん。お疲れお二人とも。起きたとか言ったか。なかなかやる。わざわざ一人で挑もうとするなんて。日下さんが早死にするという頭目の言葉。一理あるかもしれませんよ。そうだ、無理はやめろって。胸郭ごときに同志の手を煩わせたくなかったのだ。とにかく小勢で関所を突破するのは難しいようです。僕たちと手を組みませんか。幕府側の者と協力するなど本意ではないが仕方あるまい。お前のような手だれがいるなら力を借りるのが早そうだ。あなたこそいい腕してましたよ、日下さん。時代が時代なら仲良くなれそうな2人だな。さて、んじゃ今度は高杉を探しに行こう。んなんか皆さん咳き込んでいらっしゃるな。というわけで、高杉さんはここ、鳥羽かなにいるっぽい。正面から乗り込もう。やってるね。またあったな。高杉とは話せない。近藤さんに頼まれてきたのか。安心しな。少し遊んだらちゃんと戻る。なんだ、あんたも浪士組に入ったのか。まあいい。それよりここは話のわかる客が多いぞ。この土方という男もなかなかの玉だ。仲良くなっちゃって桂が探していたぞ。まあ待て、今日の俺はついていてな。関線がチャラになるくらい稼いでやるよ。ちょっとダメじゃない？それ多分ダメじゃない？おお、砂漠派の連中に協力しろと。光栄だな。そんなに物分かりのいい男と思われていたとは。だろ？おい高杉、ここは一つ博打で決めるというのはどうだ。俺もお前もこれから天下を動かそうという男、どちらが強運を持っているか試してみるのも面白かろう。この俺と天賦の勘を競おうというんだな。面白い。受けて立つ。うん、気が進まないな。まあ好きにしろ。俺はもう少し遊んでいくからな。ああ。めちゃめちゃ僕遊びたいです。一緒に博打やりたいです。よし、博打で勝負しよう。身ぐるみ剥がされても恨むなよ。恨みませんって。剥がされるのはお前だからな。過去10戦出目、出てないっすね。はい。間違えちゃった。入ります。長藩ね。さあ、はったはった。駒札の数何個あんだ ?27 か。じゃあ、半にしとこう。ようござんすね。長藩、駒揃いました。勝負。不一の長か。やっちまったぜ。次、参ります。よし、行こうか、次。遊ぶ。入ります。入らっしゃい。さあ、はったはった。じゃあ、また半でいくか。ようござんすね。長藩、駒揃いました。勝負。おお、また長か。やっちまったぜ。次、参ります。はい。奴ら連続で当たりか。妙だ。ん？ついていない。イカサマしてる？もしかして。遊ぶか、とりあえず。入ります。これ勝てない草か、もしかして。さあ、はったはった。じゃあ、ハンでいこう。まだハンでいこう。長藩。駒揃いました。勝負。長だ。やっちまったぜ。次、参ります。なるほど、そういうことか。あんたも気づいたか。どういうこと？勝てないわけだ。どういうこと？鳥羽を出る。いや、遊んでいこうか。つぼかぶります。さあ、はったはった。なんだこれ、胴元が戦もしているようだ。見逃して立ち去る。告発しとこうか。遊ぼうぜ。いい加減なことを抜かすんじゃねえよ。イチャモンつけやがって。ただで帰れると思うなよ。分かった。じゃあ君たちのこと切り捨てていくね。勝負感ではなく手癖の悪さで勝者が決まっていたわ。よし、じゃあみんな頑張れ。みんな頑張れ。あ、来た。一人来た。仕方ねえな。ふんどしのかっちゃんは俺が相手してやろう。おっと、お前が来るのか。いいだろう。見えない見えない。四角から攻撃するのやめてくれな。四角から攻撃するの。んあと一人。いつの間に。なんだ、君ら強いじゃん。結局勝負にならなかったな。誰も天下取れないって暗示かな、これは。強角どもに目をつけられちまった。あんたらと手を組むしかなさそうだな。土方、あんたいい腕してたぜ。老子組にしておくのにはもったいない。そのセリフ、そっくりそのまま返すぞ。ふむふむ。サイの行方、ミッション完了。さてんじゃ、将軍の上洛ということで関所を解放していこうか。さあ、準備は整ったから皆の衆行こうぜ。行こうぜよ。行こうぜよ、皆さん。皆さん行こうぜよ。さて、関所をどう攻めようか。うちは荒っぽいのが多くてな。老子組本体は堂々と正面から行かせてもらう。いいな。君たちが正面から行くなら我々は迂回して奇襲を狙おう。さすがに同じ持ち場で戦うなど落ち着かないからね。まあいいさ。こっちもあんた方を信用しているわけじゃない。お前は好きな方についてくれて構わないぜ。桂たちとも付き合いが長いんだろう。そろそろ強角どもに攻めかかるか。いや待って、私も少し遊んでいきたい。お前本気で言ってんのか。それはあかんやろ。行こう。よし、油断するなよ。でどっちと一緒に行くつもりだ。前々から言ってんだろ、私は砂漠派の連中と一緒にくっつってるだろう。というわけで老子組の本体と一緒に攻めるということでいきたいと思います。桂っちごめんな。おっと、聞くまでもなかったか。ならこっちで存分に武功を上げるといい。まあどう正面から行くのがいいだろうな。あ、土方歳、ちょっと待って、徒党選択どのぐらいあれなんだろう。あ、沖田っちもいける勝海舟も呼べるんだ。へえ、おもろいけど、まあ、とりあえず、あ、千葉さんは中沢こと。へえ、マッシュベリー、ベリーここで呼ぶ。ベリー同行不可だね、こっちの方はね。いや、まあ、いっか、ペリー。ペリーの好感度上げても会えないしな、今のところさ。まあ、とりあえず、普通に、このままでいっか。いいよね、多分ね。近藤勇ちゃんと、あ、でも因縁レベルが、この辺も考えると、いや、まあ、とりあえず、これでいくわ。うん。あくまでね、このミッションは、老子組でやるやつと考えていきましょう。俺たちがしくじるはずもあるまい。そうだね。俺が必ず成功させてやる。じゃあとりあえず行きましょうか。まあでもさ、こういうのってこうやってさ、パチパチ頭弾いていくのが寛容なわけ。覚悟しろ。こうやってね。おっと、ビビってるぞ、ビビってるぞ、ビビってるぞ。あんた、腕が落ちていたら承知せんぞ。落ちてるわけないでしょうよ。はい、よしよいしょ、よいしょ、はい。おっと、オッケー。まったく強角の皆さんも大変ですね。よいしょ、壁にぶつかっておやすみなさいと。おっと、いるね。おい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 。けいけい、はいはいはい、よし、ふう。さて敵さんもいろいろやってるけど僕ら数に勝てると思うんじゃねえぞ。ほいほいほい、よいしょ。これ2階はいけないな。おかげ結構広いのかな。ああ、関所に到達すればいいのか。とりあえずカラスがいる。みんなカラスがいるぞ。えこのカラスどうしようもないね。さてと、んじゃのんきに酒飲んでるやつがいるぞ。俺パンパン、よしよいしょと。おおうい、大丈夫だか大丈夫か。ういわ、ははー、当たらないよ。おっと、タイミングは全然合わねえ。ああ、やっぱこのね、牛刀苦手なんですよね。牛尾刀じゃねえ、牛尾刀ね。牛刀っていうとまた全然別なものになっちゃうからね。よいしょ、はい、OK。お疲れちゃんでーす。中身を回収、開いていくと。よいしょよいしょ、どこだいいよ。けい、とりあえずこのさ手だれを全部倒していきたいよね。ああ、いるねいるね。えどこで言ってるので、ね、高杉さん、あの下に言葉がちょっと出たのが見えた。うんでもそれだけなんだよな。大丈夫言われてもな、大丈夫なの分かってんだけど。お、敵か？敵じゃない、どこぞの田舎侍だったか。お、あそこにも、よいしょ、おいた、あいにあいにあい、よいしょ、あいよいしょっと。あとはやってる、みんなやってるね。オッケーオッケー。上にいるのか。お、やってるやってる、頼んだ。はい、まあいいか。おい、なんだいたのか。ごめんごめんごめんってごめんって、無視してごめんって、無視してごめんって。すぐ隣にいたんだよね、最初からいたの知ってるみたいな。うん、大丈夫大丈夫、ごめんってごめん決めたらもうごめん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 。大丈夫、薬があれば僕はいくらでも戦えるから。手だれが全然、手だれいねえなあ。手だれ奥にいそうじゃないあれ。あー、なんかいそう。あれ手だれっぽいわ。2階から侵入せえとよ、そういう形やな。待って待って、よいしょー、はいはい、よいしょー、オッケー。手だれがおらんの。この蔵の中はさっき倒したやつかな。あうん、なんかやった気がするね。さてあとはこちらの長屋の中にいらっしゃるから、そちらもしっかりと倒していきたいですね。よいしょよいしょ、あちょっと登れない登れないよ登れないよ登れないけど、こっちからちょっと正面から行く、正面から行っちゃう。これあいけねえな、やっぱこれ上から行くしかなさそうかしら。そうだな、上から行って、よいしょ、感じでしょう。え、ちょっと行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎだ。付近に敵がいる。ほらほら、なんでバレた、むしろ。え、逆になんでバレた。よし、アイテム回収と。さて、よいしょ、お手だれだ、手だれがいるぞみんな、こいつはやっちゃおう。はい、よいしょよいしょ、あとこれダギリ、はいはいはい、はい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 、ドンと、よーし、ふう。まあこんなもんですな、兄貴たち。さてと、でこちら側はだいたい片付いた感じでよろしいかな。うん、OK、そうだね。んでだ、となると、反対側か、こっちの方にいるのかな。あ、これダメだね。あ、あれっていうか、ここ。特にアイテムだけなのあれ。いただき。白ひものキャハン。はい。あの死人の体からキャハンまで奪い取るってなかなか鬼畜なことやりますよね。こっち側もでも全部倒したかな。うん、やったっぽいな。やったっぽいね。よし、じゃあ反対側だ。とりあえず全員は倒さなくていいんだけど。おっと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 ん？あー、なるほど。こういうのはよいしょ、 OK、 こんなもんですわ。お前敵か、ごめんごめん、近づいて。よし、この時代に冷やかね、この夏季前世の時代に冷やかね、まったく。これ火薬タルも使えたわけだね。あ、であそこにも敵がいる。よいしょ、反対側、これいけぬか、そうかそうか、仕方あるまいて。これ反対側、これいけるよね。ああいつら睨み合ってるだけだ。なるほど、正面と右と左ちょっと違う感じか。探っていくなると、こっち側も行くしかないってことか。もうあっち側行けないもんね。となるとですよ、こっちの裏から回っていく感じでいいのかな。そういうことだよね。そういうことだよね。こっちから行けってことだよね。この蔵は、あー、はい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 、オッケー。じゃあこっち側でこの上を通っていくわけだ。オッケー。敵、あれ敵関所に到達しちゃうんだけど。あららら、あれ絶対今日、あ、こういう、うん、あれ手だれ何人いんのこれ。あ、とりあえずみんな手だれか。よいしょ、オッケー。さて、おー、頑張れ。よいしょ、ドン。よいしょ、ドン。よし。で、今度は閃光玉で。よし、みんな頑張れ。よし、いけるぞ。ほら。よいしょ。ほら、いけ。頑張れ。いけるぞ。ほら、応援してるぞ。で、私はちょっとこちらでやらせてもらおうか。ドン。ほら。よし、いけ。頑張れ。いけるぞ。ほら、いけ、ゴー。大丈夫、いけるぞ。お前らならできる。いける。お、草加君来たのか。あ、そうします。まあ、この向こう側にいるんだろうね。はい。あ、みんな揃って、まあ。あなたが来たということは、まあそういうことよ。よし、じゃあちょっと補充したら行こうか。よし、準備完了ということで。そしたらとりあえず、合力、眼鏡、麻痺と。いいんじゃん、行きましょうか。よいしょ。はい、ちょっと待って。よし、亀蔵やるか。口ほどにもないの。おっと、ちょっと待って、違う、薬間違えた、薬間違えた。オッケーよいしょ。危ねえちょっと、あ、はいはいはい。うん。よいしょと。おっと、ダメだな。で、回復して、OK。回復してない、回復してない。もう何やってんだよ、ちょっと。これもう帰ってきたよ。で、ちょっと体力全回復させて、よいしょよいしょよいしょ。オッケー、やっとくれ、よいしょ。はい、オッケー。よし、じゃあ鶴さんやろうか。ちょっとこっち来るのかよ。まあ確かにやろうかって言ったら僕だよ。確かに私。でもその牛太ってやつは僕は苦手でね。よいしょ。待って。いつもこの薬と買うの忘れちゃうんだよな。よいしょ。はい、よいしょ。あ、どこでしょう。よし、鶴ちゃん終わりにしようか。よいしょよいしょ。おー、やるね。オッケー。雑な戦いだったぜ。いや、ご謙遜を。長州は上様に従わぬ不逞の輩とばかり。なかなかやるではないか。浪士組こそ幕府にへつらう半端者と考えていたが、多少は見どころがありそうだ。ちょっと仲良くなったんじゃない。せっかく侠客どもを片付けたんだ。お互いの立場は忘れ、皆で宴はどうだ。望むところだ。無礼講で飲み明かすとしようか。お前も当然宴に来るよな。清川の了解を得なくていいのか。あの人は一人で京へ先行するんだとよ。予定が遅れてるからじれてんだ。なるほどね。すぐにでも飲みたいです。好きなだけやるといい。お、桂さん相変わらずやな。おまんもなかなか飲める口じゃんの。今度は飲み比べで勝負といくわ。おうよ。いいじゃないか、困ったお人ですね。あら、いい飲みっぷりですか。お前も遠慮せず飲め飲め。おい、上位派のくせに爆死は飲むのか。こいつは話が別だな。乾杯乾杯。かっちゅうだ乾杯。ご清聴ありがとう。桂、お前久しぶりだよね。なんで仲いい風になっちゃうかな。姉と佐藤。随分と足踏みしたようですね。まあ、そう焦りなさんな。心配しなくても浪士組は近々京へ到着するぜ。しかしどうするかな。浪士組は幕府を内側から食い破るための駒でしょ。まあな。だが思ったより腕の立つやつらが集まってね。この力どう使うか清川さん考え始めたところさ。要するにお前らの出方次第ってことだ。色よい返事待ってるぜ。この国に残る文化は愛すべきものだ。だが人も全て愛すべきものはないな。悲しいことだが。何これどうなってんの。片割れか。八郎八郎、お前まさか。浪士組などの働きの甲斐あって将軍徳川慶喜は京都に無事到着した。しかしさまざまな目的を持った浪人たちが押し寄せる京都では騒乱の火種がくすぶっていた。おお、とりあえずあれか、君たち3人か。あれ他のさやつ出てくるのかな。斎藤はじめとかさ、有名どころで言うと、あとなんだっけ、新倉新八だっけ、なんかいろいろいたっすよね。いや出てくるのかな、ちょっと楽しみだな。鉄舟殿、仲間内で妙な噂が流れちょる。八郎さんが殺されたとか、裏で倒幕派とつながっちょったとか。残念だがすべて誠の話だ。おお、市中で亡きが見つかった。なんじゃと、あん人が亡くなったなんて信じられん。懐には京都の倒幕派と交わした文が入っていた。あの者は浪士組をどこかの勢力へ高く売ろうとしていたようだ。よりによって倒幕派とつながっていただと。とんでもねえ野郎だな。で始末したのが誰だ。未だ不明だ。気になることはもう一つある。清川と共に倒幕派と通じていたものが首の中にいるやもしれん。そういえば坂本とお前はもともと清川。その通りなんです。その通りなんですよ。もともと通じていたらむしろ関係を隠すはず。説得しよう。こいつの言うてくれた通りじゃ。本堂さんは本気でわしらを疑いよるがかい。おっと、悪かった。お前らを疑うなんて俺がどうかしてたよ。よかった、あんだけ飲んだ仲だからな。他の大使も仲間を疑い始めている。このように疑心暗鬼になることを恐れていたの。なるですね。このまま京都に残っても大使は資産5列となろう。よって幕命により我らは江戸へ帰還することと相成った。おお待て、急にそんなこと言われても納得いかんぞ。逆賊どもが潜んでいるのに何もせず帰るなど侍の恥だ。上様が京都におられる間は俺たちでお守りすべきだろう。その行いはかえって上様の身を危険にさらす。それこそ侍としての分を外れることになろう。後ほど全大使に招集をかける。少し頭を冷やしておけ。その上でおのおの身の振り方を考えるのだ。そういえば芹沢鴨とかは出てこないのかな。あ、ヌエンの牛人。浪士組に分裂の兆しがある。どちらの派閥に加わるかを決める時が来た。龍馬とこれから要は倒幕に行くかどうかってこと。天然利子流ちょっと龍馬どうしよう。龍馬どうしよう。ちょっと話すか。八郎さんがのうなったとは。この先どうすべきかのう。腹を決める前にみんなに話を聞いた方がええかもしれん。なるほど、みんなに話聞いていくか。おのおの思うところはあろうが分かってもらいたい。我も不本意だが幕命に逆らうわけにもいかぬ。おお、要は江戸に帰るかここに残るかってことかな。いやなんかいろ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 流派増えたりとかしてるわ。あんたか。話は聞いた。江戸で任をもらえるならそれでも構わん。私は剣士として高みを目指したいだけだ。なるほど。おい、あ、そう、長倉新八いるじゃん、やっぱり。東堂平介です。東堂平介、はい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 。清川さんのことは残念でした。でも近藤先生なら我らを率いてくれるでしょう。よろしく頼む。こちらこそ。江尻宿では共闘する機会がありませんでしたから、この先共に剣を振るえるといいですね。近藤とは親しいのか。ええ、私はまだまだ若輩者ですが目をかけていただいています。なるほど。ということはあんたが新八さんか。こうして話すのは初めてだな。俺は長倉新八だ。難しいことはわからねえが近藤さんにつけば間違いないさ。どこかで会ったことがあるか。おいおい、前から一緒だったろ。ちゃんと覚えておけって。なんせ俺は剣で名を轟かせる男になるんだからよ。なるほどね。俺は近藤さんを見込んであの人の道場の触覚になったんだ。俺の腕を存分に活かせる人なんてそうはいねえからな。なるほどね。じゃあ次行くか。またな。さて、あとお二人さんか。調子はどうだ。お前か。ここまで来ておめおめと江戸に戻れるか。浪士組が帰還するなら有志で任を得るまでだ。なるほど。俺たちはどこまでも近藤さんについていく、それだけだ。なるほどね。あれ、沖田君はいねえの。沖田君、沖田君、沖田君、沖田君いねえわ。いや、分裂の兆しあるね。とりあえず龍馬くんと話すか。ああ、おまわしらも身の振り方を決めんといかん。いろいろ考えてみたんじゃが、勝さんに頼まれたんは組の内情を探ること。孫組がチリチリになればわしらはお役御免じゃ。けんど近藤さんは新たな任を得て有志で動くち悠長だ。おいたら選ぶべき道は2つあるように思う。近藤さんたちと行動を共にするか、この木に分かれるか、どっちの道が正しいかは分からんが、ここで決めるぜよ。なるほど。だから砂漠と倒幕派か。なるほどね。ちょっと一応見ていくか。今日には倒幕派が集まっているはずだったな。ああ、近藤さんたちと別れるならわしらだけで連中の動きを探ることになるのう。身軽にはなるが頼れるんもお互いだけじゃ。いっそ倒幕派の懐に飛び込んでみるかい。こうか不幸か、正道桂さんたちもこっちにおるき。となると京都に残る大使たちが暴発せんか目を光らせつつ、どこぞに潜む倒幕派の動きも探り続けることになるかの。もし桂さんたちが久保様に刃を向けてきたら戦いは避けられんぜよ。なるほど。というわけでもう道は決まってるんだけど、次回にしたいかなと思います。はい。まあ一応ね、はい、ここまで見てくださった方は分かると思うんですけども、もう道決まってますんで、ね、そちらへ進んでいきたいと思います。というわけで、今日ちょっと短いかもしれんですけれども、終わりにしたいと思います。次回またこの続きから、やっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまでの語りは私、コウイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。